にオープンする駅南キッチン。県内初出店、新業態など8店舗が揃いました。県内の人気店、寿寿司と石川県金沢市のまいもん寿司のコラボ店舗。看板商品は両店のいいとこ取りのコラボ盛りです。佐渡さんの銀鮭をいただきたいと思います。ありがとうございます。脂も程よく乗っていてさっぱりとした味わいです。口の中で自然ととろっと溶けていきます。内装は佐渡と金沢に共通する金を意識しました。文化といいますか、そういったあの土地のそういったものを融合させて、新しい、価値の創造といいますかね、新しいものを作り上げられたらなという思いがあります。全国にここだけのココロ新潟限定ビール、イギリス居酒屋ハブと越後ビールのコラボ店舗で味わえます。美味しいものを作られている作り手の思いなどを皆様に知っていただいて、また新潟の魅力を発信できればいいかなと思っております。週末は午前1時まで営業。アルビなどサッカー中継を見ながらの一杯も楽しめます。仙台の牛タン炭焼き利久は県内初出店。こちらもココロ限定定食を用意しています。ココロ新潟のグランドオープンから1ヶ月、当初の混雑は落ち着きつつあります。今後は新潟2キロと言われる古町方面への人の流れを生み出すことが課題です。地元の方もそうですけど、今度は県外の方がこう街歩きとして古町の良さを感じていただけるような、そういったこう街歩き観光といいますか、そういった仕掛け作りも JR さんと一緒にやっていけたり。ココロ新潟は駅南キッチンのオープン後、さらに10店舗のオープンが予定されています。